ラオケ？いまいち乗り気じゃないな。私今忙しいのよ。うっそくさ、完全にくつろいでる声じゃない。そう？まあいいわ。今ね、私と夏美、あとは大学生の男が3人なんだけど、割と粒ぞろいよ。本当はこっちもあと1人来るはずだったんだけどね。どう？バランス悪いと思わない？水臭いわね、ユリエ。私たち親友じゃない。浅岡まどかちゃんです。どうも。で、こっちが宮本みつるさん。は、はじめまして。ん？どうしたの？あれ、もしかして知り合い？全然！そう。まさか同じ部活のやつにこんなところで会うなんてね。仕方ないだろう。中学の時の先輩に数合わせで呼ばれたんだよ。しらけさせないように話合わせてくれよな。にしてもどうよこれ。私来る必要あったの？夏美もゆりえも完全にターゲット絞ってるじゃない。まったくふざけてるわ。ぬか喜びさせて悪かったな。せっかく頑張ってへそまで出してきたのにな。してるんですか？あ、いや、別に。あれ、もしかして宮本さん、まどかちゃんのこと気に入っちゃいました？え、あ、うん、綺麗だよね。本当ですか？まどかってば、口癖が彼氏欲しいってぐらいだから、もらってあげてくださいよ。人聞き悪いわね。ねえまどか、どうせなら二人っきりになりたくない？は？何を？あ、いいと思う。宮本さん優しそうだし。あ、あんたたちもしかして一人だけ残すわけにいかないから、だから私を呼んだんじゃ。大丈夫、ここの支払い私たちがちゃんとやっとくから。な、頑張ってね、まどかちゃん。そう、やっぱそうなんじゃない。じゃあそういうわけだから、宮本、あとよろしく。ちょっと先輩、どうする？まだ30分くらい残ってるけど、ストレス発散になんか歌ってくか。何を入れようかな。やらしい。え、なんだよいきなり。うん、綺麗だよね。だって、そんな顔してねえだろ。綺麗だって思った。実はドキッとしました。ありがとう。はあ、彼氏欲しいな。それほんと口癖だな。そんでキスしてキスしてキスすんの。キスしか頭にねえのか？悪い？悪かねえけどさ、そこまで切実だとは思わなかった。して見たくない？え、あ、したいけど、やけくそなら俺は嫌だからな。超痩せ我慢してるし、私ってミツルの守備班以外？いや。ならいいじゃん。さっきのちゃんと嬉しかったし。え、あ、そう。ま、この際だしね。ほれ。そういうのをやけくそって言うんじゃないの？そんなことないわよ。もうおしまいなの？ほんとキス好きなのな、まどか。気持ちいい。ああ、時間みたいだけど。みつるはいいの？え？キスだけで満足？なんか圧倒されるな。そうね、私もラブホなんて初めて。おい、鬼滅！何やってんの？あれ！まどか、
じゃなくてマネージャー。部活ではいつも通りにしてよね。あ、分かってるよ。学校じゃなきゃ別にいいけど。え、あのさ、今度の日曜日。まどかさん、お待たせしました。ああ、アイちゃん、どうもありがとう。あれ、どうかしました？別に何でもないわよ。